8時になりました明日6月16日6 16月ずは外況。引け後に発表された有望 IR、その他の IR、昨日発表された IR の値上がり率ランキング、本日のストップ高ストップ安、本日の値上がり率値下がり率ランキング、新規上場スケジュール、決算スケジュール、配当関連情報、 アソーデイプリ候補、半導体ウォッチ、生成 AI ウォッチ、最後にトピックの順でお伝えいたします。まずは外況です。ダウは下げ、ナスダックは上げ、日経は下げという展開になりました。ダウは232ドルの下げ、マイナス0.68%。ナスダックは53ドルの上げ、プラス0.39%。 日経は16円の下げ、マイナス0.05%、1ドルは141.38円、円安に触れ141円台で推移しております。午後2時時点での東証プライムは、値上がりが1071銘柄、値下がりが681銘柄、変わらずが81銘柄、6割近い銘柄が上がった状況です。 アメリカの方は FRB が利上げの停止を決めたものの年内に2回の追加利上げを行う可能性を示したことで景気減速への懸念が拡大し売られております日本の方は FOMC の結果で方向感のない動きとなりましたアメリカ国債10年物の,の利回りは引き続き3.8%台で推移しております ドル円の方は円安に触れ141円台で推移している状況です。6月9日週の投資主体別売買高状況ですが、こちらが海外の投資家。そしてこちらが日本の個人投資家です。海外投資家が11週連続で買い越しの状況です。6月9日週は 9854億円もの、えー、大きな買い越しとなっております。一方、日本の個人,個人投資家の方は、先週は買い越しに転じたものの、再び4819億円の売り越しに転じたようです。どうしても日本の個人投資家は逆張りが好きで踏み上げられたい模様です。 業種別株価指数の方は高安、まちまちな状況となりました。長券の大きな大幅な上げが目立ちます。一方、小売りの方が好調で6連投の状況です。売買高ランキングの方も上げ下げ、まちまちな状況となりました。1位のレーザーテックの売買代金は 3日連続で2000億円台をキープしております。半導体は引き続き人気が高く上位5名柄を占めておりますが、レーザーテック以外は本日上げております。トヨタが引き続き買われており、PBR が1.11倍になりました。 本日銀行株はこのように上げ下げまちまちな状況です。カバーが理由は不明ですが非常に大きく変われました。本日の、えー、ヒートマップです。全体的には緑が目立つ下げ優勢の状況ですが製造業そして金融電子技術については 赤が目立つ、買いが優勢な状況です。個別では東京エレクトロンの上げが目立ちます。一方、第一三共、エーザイ、富士通の下げが目立ちます。ソフトバンクも本日下げております。経済スケジュールの方は、本えー、今夜は注目イベントが目,目白押しの状況です。 フィラデルフィア電銀提供指数、そして小売売上高、設備稼働率、航工業生産が今夜発表の予定になっております。次に引け後に発表された U-Boo IR です。まず、キヤノン。キヤノンはご存知の通り、OA 機器の大手メーカーです。1600万株、1.60%の自社株買いが発表されました。 こちらがその記事です自、えー。自社株買いを実施すると発表した。1600万株、1.60%本日の株価は3610円、出来高は360万株です。この360万株の3分の1くらいですが、120万株の信用買いがある状況です。 一年の株価の動きは1月16日に2754.5円ですので、ここら辺の位置です。一方、6月14日に3643円ですので、ここが最高値です。このようにゴールデンクロスを経た上げトレンドでの今回の IR です。金融買いが多いという点はご注意ください。 次に GNI グループです。GNI グループはバイオ創薬のベンチャー企業です。アステラス製薬と戦略的提携ということが発表されました。こちらがホームページから持ってきたものです。アス,アステラス製薬と革新的なタンパク質分解誘導剤創出に向けた共同研究、 および独占的オプション契約を締結し、以下のプレ,プレスリリースを行いましたのでお、お知らせいたします。本契約においては、乳がんやその他の固形がんを対象として、セルジェンが同定したリードプログラムである細胞周期タンパク質に対する分解誘導剤、広報化合物などが対象になります。こういった内容です。 本日の株価は1097円。出来高は56万株です。この56万株の7倍くらいですが、380万株の信用概算がある状況です。1年の株価の動きは4月28日に998円ですので、ここが最安値です。一方、1月4日に1350円ですので、ここら辺の位置です。 あまり明確なトレンドがない状態での今回の IR です。信用いが多いという点はご注意ください。次にトレンダーズです。トレンダーズはインフルエンサーをマーケティングに活用した反則支援を行う会社です。20万株、2.78%の自社株買いが発表されました。こちらがその内容です。 自社株買いを実施すると発表した20万株2.78%本日の株価は1066円出来高は23万株ですこの23万株の4倍,4倍くらいですが100万株の信用概算がある状況です1年の株価の動きは6月2日に1099円ですが本日 1056円つけておりますので、本日が最安値です。一方、2月3日に1964円が最高値ですので、ここら辺の位置です。このように25日線に頭を抑えられた下げトレンドでの今回の IR です。下げトレンドで信用買いが多いため、空売りに狙われやすい点ご注意ください。 次にニーズウエルです。ニーズウエルはシステム開発会社です。75万株、3.80%の自社株買いが発表されました。自社株買いを実施すると発表した。75万株、3.80%。本日の株価は758円。出来高は17万株です。 この17万株の4倍くらいですが、76万株の信用概算がある状況です。1年の株価の動きは6月1日に640円ですので、これはちょっとおかしいですね。えー、と最高値は828円6月13日ですが、えー、ここが最高値です。このように、 ゴールデンクロスを経た上げトレンドでの今回の IR です。信用いが多いという点はご注意ください。次に、カラダノートです。カラダノートはファミリーデータプラットフォーム事業の会社です。株主優待制度の導入が発表されました。100単元以上保有、カラダノートウォーターのミネラルウォーター1セット、 2ボトル3974円相当を無償で提供いたします。こういった内容です。本日の株価は801円、出来高は54000株です。この54000株の4倍くらいですが、21万株の信用外算がある状況です。1年の株価の動きは1月4日に697円ですので、ここら辺の位置です。 そして1月25日に1010 10円ですので、ここら辺の位置です。直近のこの急騰急落ですが、これは6月8日に IOI 日成同和損保との業務提携を発表したことでの急騰急落です。信用外が多いという点はご注意ください。次にトラストホールディングスです。 トラストホールディングスは、駐車場の中堅企業です。今期計上を14%情報修正、配当も5円増額という発表がなされました。23年6月期の連結計上利益を従来予想の3.5億円から4億円に14.3%情報修正し、増益率が1.2%増から15.6%増に拡大する見通しとなった。 業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の10円から15円に大幅増額修正した、こういった内容です。本日の株価は318円、出来高は3900株です。この3900株よりかなり多い数ですが、99000株の信用概算がある状況です。 1>, 1年の株価の動きは2月1日に295円ですので、ここら辺の位置です。そして6月6日に321円ですので、ここが最高値です。あまり明確なトレンドがない状態での今回の IR です。今回の増配で利回りは4.72%になりました。 高い利回りですが、強烈に良いということではありません。金融買いが多いという点、そして板薄であるという点はご注意ください。その他の IR です。本日 IR10 件出ております。上6件が今お話しした内容です。この他に、テクノフレックスからは35%現役に下方修正、日本工営は トントンに下方修正 FP パートナーは1対2の株式分割 A リンクインターネットは株主優待制度を拡充という発表がなされております次に昨日発表された IR の値上がり率ランキングです値上がり率第1位はモイでした増益を発表したことにより前日比23.4%の株価上昇 本日よりで買って引けで売ると1.9%の利益となっておりました。第2位はマネジメントソリューションズ。増益を発表したことにより23.0%の株価上昇。本日よりからストップ高でしたので、より引けでの差はありません。第3位はロングライフホールディングス。黒字浮上と通期計画超過を発表したことにより、 前日比21.9%の株価上昇。本日よりで買って引けで売ると、マイナス5.5%の損失となっておりました。4位以下ご覧の結果となっております。13位まで、そして29位まで、そして47位まで、そして59位までです。 次に本日のストップ高とストップ安です。本日ストップ高5件出ております。シーズメン、モイ、アベジャ、アシロ、w A このうちモイは増益です。アベジャは6月13日の新規上場銘柄です。アシロは現役ですが通期計画を超過したことによるものです。w A は 黒字浮上です。本日、ストップ安も1件出ております。東京ベース。東京ベースは、第1クォーター最終は赤字転落したことによるものです。次に、本日の値上がり率、値下がり率ランキングです。値上がり率第1位は、モイでした。前日期23.4%の株価上昇。第2位は、マネジメントソリューションズ。 前日比23.0%の株価上昇。第3位はロングライフホールディング。前日比21.9%の株価上昇。値下がりの方は第1位が東京ベース。前日比マイナス17.4%の株価下落。第2位はジェイク前日期マイナス16.5%の株価下落。第3位はクシム。 前日比マイナス15.1%の株価下落でした。次に新規上場スケジュールです。だいぶ進んでまいりました。6月あと14件新規上場が予定されております。e u c は抽選申し込みは受付終了しております。6月21日の上場予定です。そして OB システムも受付終了。 アイデミーも終了。リアルゲートも終了しています。AR アドバンストテクノロジーも終了。ブリッジコンサルティンググループも終了。エリッツホールディングスは現在抽選申し込み受付中です。そしてクオリプスも受付中。プロディライトも受付中。ノイルイミューンも受付中。ダブル東京も受付中です。 GDEP アドバンスも受付中。ノバレーゼが本日から抽選申し込み受付開始です。そして、蔵出しも受付開始。詳細はこちらの動画をご参照ください。次に、決算スケジュールです。明日は3件予定されております。3件となっておりますが、えー、こちらのデータ上は4件になっておりますので、4件お話しいたします。 すべて引け後の予定で、サンオータス、ソ信ホールディングス、西松屋チェーン、ビジョナリーホールディングス。この中で西松屋チェーンが注目の決算かと思われます。2週間分の決算については、こちらの動画をご参照ください。次配、配当関連情報です。6月の権利付き最終日は6月28日水曜日です。 6月も損益を検証してまいります。詳細については、こちらの動画をご参照ください。次に、明日のデイトレ候補10選です。明日、場中で大きな値動きをしそうな銘柄としては、ハミー、アドバンストメディア、エイバランス、グローバルセキュリティエキスパート、リンクユー、ストリームメディアコーポレーション、オハラ、カバー、アレント、 東京通信。このあたりがアのデートリに向いてくるのではないかと思われます。次に半導体ウォッチです。半導体、えー、ルネサス、レーザーテック、東京エレクトロン、アドバンテスト、ディスコ、ソシオネクスト。このうち、レーザーテックは本日下げとなりましたが、他の5名柄は上げております。さらに、ルネサスと アドバンテスト、ディスコ、そしてソシオネクストは年初来高値を更新してきております。今日のザラバの状況ですが、全体的にこのような5場の下げが目立つ状況です。ソシオネクストだけは5場も下げずに踏ん張っております。こちらがレーザーテック、えー、青がレーザー、あ トシオネクスト。そして、オレンジがアドバンテスト。そして、緑が東京エレクトロン。赤がディスコ。黒がレーザーテックの株価です。このように、トシオネクストが完全に頭抜けし、独創状態となりました。次に生成 AI ウォッチです。 えー、アベジャが一気に値上がりしてきました。アベジャはおととい新規上場し、新しくラン,ランキングに、えー、追加した銘柄です。ここまでが16位、そして32位まで、そして49位までです。5月12日からの値上がり率で見た場合は、第1位が引き続きヒーローズ。 ドータス、エクサウィザスが2位、3位で後を追いかけている状態です。詳細はこれらの動画をご参照ください。本日、商社株の方も挙げていて、えー、三菱商事、伊藤忠商事、住友商事、三井物産、丸紅、すべて値上がりしている状態です。このうち伊藤忠以外は 年初来高値を更新してきております。そしてこちらは本日、理由はつかめなかったのですが、証券会社が一律で、えー、かなり、えー、値,を値を上げている状況です。厚生証券が7.4%の値上がり、東洋証券が5.8%、水戸証券が5.7%、マネックスが5.6%、 岩井コスモが5.1%、SBI ホールディングスが4.6%、岡山証券が4.5%、松井証券が3.0%、相沢証券が2.9%、今村証券が2.7%、大和証券が2.6%、かなり上げている状態です。もしこの理由、ご存知の方がおりましたら、 コメント欄に教えていただけると嬉しいです。そして本日のトピックです。A バランスから IR が出ましたのでお伝えいたします。A バランスから本日、子会社によるヤマダホールディンググループ企業との協業発表がなされました。これにより5場急騰しております。15日、連結子会社の WWB が 山田ホールディングスのグループ企業であるヤマダトレーディングと住宅用蓄電池の販売に関する業務委託契約を締結したと発表した。協業と取引拡大の体制が整ったといいこれを材料した短期資金が流入株価に弾みがついた WWB は低圧発電所を中心とする太陽光発電事業を展開し 太陽光パネルや産業用及び住,、えー、住宅用の蓄電池などの販売も手がけている。今回の業務委託契約の締結で WWB は特定顧客層への家庭用蓄電池の販売ルートの確保につながるという23年6月期業績への影響は軽微とする一方、 24年6月期以降の業績には寄与する見込みとしている。本日はプラス9.70%高で1万630円で引けております。これは6月と言っていた IR の一つなのかもしれません。明日に向けた株式投資についてお伝えいたしました。高評価、チャンネル登録いただけるととても嬉しいです。よろしくお願いいたします。